先ほどの解剖のお話のところで意識は当てにならないみたいなことをおっしゃってたと思うんですけど、その素朴な疑問として昨日と今日でその解剖した体が変わらないって考えてるのもそれも自分の意識じゃないかなと思ったんですけど、それでも意識っていうのは関係ないんでしょうか。あの意識の話をすると必ず それが起こってくるんですね。だから最初に自己言及でしょっていうことを注意したんですね。だから根本が体かどうかっていうことは実はこれは意識じゃないんですよね。信仰なんですよね。そして言葉を本当に有効に使おうと思ったら体から出た言葉でないとダメだっていうのが私の確信ですけど、そこは頭じゃありません。なんとなくわかりますでしょ、それね。だから非常に説得力のある現代で説得力のある人の言葉は何かしら体を使ってる人です。去年の新潮社ノンフィクション賞というのもらった熊谷慎一郎という人のリハビリの夜という、彼は脳性小児麻痺です。自分で移動ができません。今何してるか、小児科の医者をしています。どうしてそんなことできるかと思うでしょう。彼の本見たら体のウェイトということが嫌でも伝わってきます。最初に一人暮らし始めてアパートに住んでトイレに入った途端にトイレと壁の間に落っこって動けなくなるんですよ。本当に動けないんです。そういう人がどういうふうに世界を見るかっていうのは決してその言ってること分かりますよね。障害のある人を同情しなさいとかそういう意味じゃない、全く。そういう人こそ身体の意味って嫌ってことで叩き込まれちゃうんですよ。ぜひそういうのを読んでいただくと言葉で何かを言うことの危なさが分かる。去年、養老先生の講演会に初めて行かさせていただいて、それからずっと、養老先生が先ほども、緑の話とかされてても非常に人間としてっていうことをね、前面に言われてるんです。でそれが私もよく分かりましたんで、去年ずっと1年間養老先生の著書をたくさん読みまして、で、まあ、その話とはちょっと別に、それまでにね、私は釣りが趣味だったんで、海に出て釣りをするっていうことでしてたんですよ。で釣りをすることによって海の形だとか、その磯の形だとか、潮の流れ、それから天候、すべて勉強していくと、自然っていうのがね、魚を釣るっていうことがメインだったんだけど、そっちにこう自然の方に自分がどん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 引き寄せられていくんですね。でただ一番惜しいなと思ったのが、子どもたちをその釣りをしていただきたい、それから自然に目を向けていただきたいと思って釣りに行きましょうって言っても、釣りに興味がある方はすぐ行くんだけど、それ以外の方、釣り、魚気持ち悪いな、臭いなって言って、なかなかそこに壁が存在してるんですね。ですからその壁を森に虫を取りに来るとか、何かをするっていう壁を取り除きたいっていうのは思うんです。で今日も私の家族だとか友達、それから会社関係の者に虫取りに行くんだよ、虫の写真を撮りに行くんだよって言っても、わざわざそんなとこまで行くのって言って、もうそこで壁ができてしまって何しに行くのって言っても話が終わってしまうんですね。ですからそのあたり、何かもっとこう興味を持てない人に、興味を持ってもらうような何かいい案はないのかなと思います。じゃあそこは養老先生からぜひ話を。いや別にいい案がないから一生懸命こうやってあの強制するわけにはいきませんしね。ただだからただ周りの人がというか、まあそういう関心のある方が見てて、あこれはこうしてあげた方がっていうふうに進めてあげることができますよね。そっちに引っ張ってあげるっていうのは、それは皆さんも記憶があるかもしれませんけど、僕ら若い頃、子供の頃考えていると、近所にいい先輩がいましたですね。だからそういう人になっていただきゃいいんじゃないかっていう、近くにいる先輩、やっぱり行ってみることですね。私ですね、何年かに1回練習船というのはですね、船に乗れなきゃいけない、で学生にその洋上でこう教える練習船に乗るんですけど、これがですね行く前めんどくさいんですよ。で海に出るって結構大変なもんですから、嫌だなと思いながらですね乗ると楽しい。で夜ですねイカを釣ってですね、もう夢中になっていっぱい釣るんですよ。でイカさばいてね、でこれ内緒にしてくださいよ、練習船禁酒なんで。内緒でいいんじゃないですか。なんかねちょっと液体ドリンクあるんだけど、飲みながらねこうイカ刺し食べてるとね楽しいし、
本当にですね、だから行ってみるっていうのはやっぱり養老先生最初にですね、森行ってみろと、これやっぱり行くことが大事ですね。海もそうだと思います。行ってみるとこれものすごいいろんなことがあると思います。僕も海に大好きです。大好きですか、はい、じゃあ今度は海でやりますかね。あの磯で遊んでね、30過ぎてたんだけど、1日遊んじゃったらすごい、ね、相性面白いですね。背中焼けちゃってね、あもうコリコリしてね、それからやってないんですよ、それが壁ですね。いやいや、そうじゃなくて、あの海は本当に面白いんです。で確かに海が貧相になっていくのが、そうですね、心配してるんです今。まあ、海が今かなり変わってきていてですね、あのさっき二酸化炭素吸収してるっていう話しましたよね。あの人類が出してる 30% も森の3倍ぐらい吸収してるんですよ。酸性化っていうのが進んでまして、酸っぱくなって海が、この酸性化はですね、過去3億年で今最悪のペースで進んでます。で酸っぱくなると、あの要するに稚魚の脊椎ができない、あの ちっちゃなその魚がですねできない、それからサンゴがですね育たなくなる。これでいろんな意味で今じわーっと成人病のようにですね海に変わってきてます。だから皆さんですね、ちょっとあの成人病怖いですよね。気がつかないうちに病気になるんですよ。気がつかないうちに海もですね病気になってる。これなんとかあの変えたいんですけど、それにはですね海に行くことです。行ってなんか磯がちょっと違うなとかですね、なんかこの間あの海藻あったのにサンゴがあるぞとかですね、今私すごいショックだったのがですね、津軽海峡冬景色、津軽海峡にサンゴあるんですよ。あの欲しい人はメールください、あの写真を送ります。津軽海峡にサンゴがあるんですよ。じわーっと今変わってきてます。見ないとわからないですね。これは以上です。私は基本的にはさっき申し上げました、保険証10年なかったのもルールの無視ですからルールにはしばしば徹底して抵抗するっていう立場、自分がルールに対してなぜ抵抗するかって今森さん言われたように、自分のプリンシプルがあるからで、それはしょうがないですね。ですからそこで議論になるんなら議論はできるんですけど、まあしてもしょうがないから、普通は大人は丸く収めてるんだろうと思います。先ほど私が女房の話をして自分を変えりゃいいんだろうって言いましたけど、そういうふうにいくら自分を変えていっても変わらないものっていうのが実は真理でしょう。だから本当の信頼があれば自分を変えることは何でもないんですよね。そこのところをよく若い方は自我、やっぱり自我が弱いというかですね、自信がないから何かを変えたら自分が壊れてしまうとどっか思い込んでるところがあるんじゃないか、それがもう一つの不安の原因だろうと思いますね。でそれが本当に本気でできないから、最近非常に多いって言われてるんですが、乖離性障害といって、自分のやってることが自分のやってることでないように思えると、それはおそらく私流の解釈ですけども、どっかそういう小さなことで一旦逃げを始めるとどんどん逃げることになります。ご存知のように多重人格で一番、多重人格も非常に重い乖離性障害って言われてるんですけども、一番大きな原因って言われるのは幼児の時の性的虐待だと言われてるんですね。あるいは非常に強い肉体的な虐待だと言われて、でそうするといじめられている子は本当の私ではないという心理的な機構を作って、その虐待を逃れようとする。それと同じように別な言葉でよくペルソナって言葉を使われますけど、自分の仮面というものを置いて生きようとする。で特に西洋の場合にはさっき言ったように子というものがはっきり公的に認められてますから、その子をどういうものにするかということを自分で決めていくわけですね。だから私が西洋の社会って一番気に入らないのは、コーヒーにしますか、紅茶にしますかっていちいち返答するのがめんどくさいんですよ。でも小さい時からそれをやっていくと、自分はどういうふうにするんだということをそこで決めていくこと、レンガ積みのように自分を積んでいくわけですね。私は日本の良さっていうのはむしろそれがないところだと思ってます。状況に応じて自分を動かす、状況に応じて自分を動かすっていうとしばしば無原則だと思われてしまいます。そうじゃないんで、その原則っていうのはさっき言ったようにより強い、なんて言いますか、心理というか変わらないことに対する、その両方がバランス取ってるわけですね。本当に自分が変わらないことっていうものを追求していれば、変えられることはいくら変えたって何の問題もないわけです。だから組織の中のルールの問題も、譲るが譲る前が別にそれはどっちだっていいんですわ、はっきり言えば。そんなことで影響されるようなことが問題なんではないだろうっていうふうにどっかで思えるように考えることだと思います。
当に世間にハマっちゃってる人って多分いるんでしょうけど、僕は少なくともそういうふうに思ったことないもん。生まれてきたのは間違いじゃないけど、なんでこんなところにいなきゃいけねえんだろうっていうのは普通にあることでしょ。それを普通にないことだと思うから悩むわけで、むしろそっちの方が普通なんじゃないかな。そのこの世間にいて当然っていう人は政治家になってます大抵。こっちは遠慮して混ぜてもらってますって感じだからね。そっちの方が多いんじゃないですか、言わないだけで。うるせえ、自己主張してる。